BKGMU66JS エアロキングウィラーバス東海エアロキングはかつて三菱自動車工業が製造販売していた2階建てバスである1983年の東京モーターショーで発表され翌1984年から発売された開発には中央観光バスが参加し特に第3軸目の構造についての技術指導が行われた後に 中央観光バスは1991年に同社をジパングルグランの名称で3台導入、その後中古導入ながら追加で2台をジパングエトランゼの名称で導入した。一定台数の生産が行われてきたが、絶対的な需要は少ないため、1983年の登場以来根本的な改良は行われず、エンジンの排ガス規制対応以外での変化は少ない。 二階建てバスのユーザーは限られるが、導入事業者によって、使用目的が大きく異なり、着席人数の多さに注目するか、二階建てや、眺望による観光客集客を目指すかで、目的や仕様が異なってくる。1985年の発売当初は、二階建て、バスブームにより眺望の良さを生かした観光バスとしての、需要が中心だったが、日本では、 道路運送車両法により、車高が3.8メートル以内に抑えられているため、室内高を高くすることができずに1階部分の居住性に難があり、1980年代末までに観光バスとしての需要は少なくなった。1990年代に入ると規制緩和により、高速道路でのワンマン運行が可能になったため、乗車定員を多く取れるメリットから、 夜行高速バスでの使用が中心となった。そのため、2008年発売の最終モデルでは、あらかじめ長距離路線バス用に特化したパッケージングとなっていた。事業者によって異なるが、独立3列シートの場合、エアロクイーンで乗客定員29人に対し、エアロキングでは2階席30人プラス1階席、6から8人、イコール36から38人まで確保できる。 通常の2プラス2列では2階席52人プラス1、階席14人、イコール66人。JR バスの青春ドリーム語仕様では2階席42人プラス1、階席10人、イコール52人となっていた。特に、JR バスが高速路線用に大量導入していた。それらが、経年後に、中古車として売却されるケースも多く、 売却後にオープントップバスに改造されて運用される車両もある。PMU515TA エアロッキング姫路観光バス1984年発売開始。車体はエアロクイーン系と同じシンクレ派製で、エンジンはエアロクイーン W と同じ 8DC 級ターボを搭載。なお、販売後期に当たる1986年、1987年は1台も、 販売されなかった。UMU525TA 外エアロキング大阪中央観光ジパングルグラン1990年平成元年排出ガス規制適合に伴い改良。形式はエアロクイーン W と同じ MU525TA だが改造扱いになった。前後のバンパー周りの形が変更されている。日本交通の車両はリアのテールランプが エアロクインメガボルトと同様バンパーに移動している。軽半バスの車両は前後のバンパー周りの形が PMU515TA と同じになっている。なお、この形式は販売後期の1995年は1台も販売されなかった。KCMU612TA エアロッキング四国旅客鉄道1995年。 平成6年を排出ガス規制に伴い改良。正式な形式を取得した。全面ヘッドライト周りのスタイル変更が行われ、KCMS8K エアロバスに近い姿となっている。またエンジンを KCMS8K エアロクイーンに搭載される 8M21 に変更。1997年には衝撃吸収式ステアリングを採用している。なお、この形式は、 販売初期の1995年は1台も販売されなかった。MU612TX a ア r キング JR 東海バス2000年平成11年排出ガス規制適合に伴い改良。この際、正式な形式を取得せず試作者扱いでの登録となっている。そのため、排出ガス規制の識別記号はつかず、単に MU612TX となっている。 ステアリングも変更されたが、エアバッグは装備されなかった。エンジンは、キロリットル MS8K エアロクイーンと同じ 8M21 から3に変更。構造上1階へはステップはなかったが、交通バリアフリー法対応のため、2001年製の車両から1階に車椅子スペースを装備した。2005年、排出ガス規制や、その他の事情により製造中止となった。 BKGMU66JS エアロキング、ハイウェイライナー JR 四国バスエアロキングの運転席西日本鉄道新長期規制に適合させたモデルで2007年度に形式認定を取得2008年4月2日に3年ぶりに発売された。今回の形式からハイウェイライナーが示すようにあくまでも都市間高速路線への運用に特化されたモデルとなった。 搭載されるエンジンは、エアロエース3代目エアロクイーンと同様に、直列6気筒ターボの 6M70 型エンジン。排気ガス後処理装置として、尿素 SCR システムを搭載。エンジンが、従来の V 型8気筒から直列6気筒に変更されたため、同社のエアロクイーンアイエアロクイーン2エアロバスが2005年のマイナーチェンジ時に、エンジンが、 V 型8気筒から直列6気筒に変更された時と同じくホイールベースを 150mm 短縮する代わりにリアオーバーハングを 150mm を延長してエンジン搭載スペースを確保している外観はフロントは2台目エアロバスに準じたデザインのままだが投下機基準の適合に合わせ側面に反射機材が装着されテールランプがリアのバンパーに移動している ちなみに2007年から2010年まで、日産ディーゼルとの業務提携、バス事業の総合 OEM 供給が行われていたが、エアロキングについては、日産ディーゼルには OEM 供給されなかった。2010年6月8日、同年8月末で、エアロキングの生産、販売を中止にする方針が明らかにされた。ポスト新長期規制に対応するには、 コスト面から困難であると判断されたことが理由とされた。その後、2010年8月末で正式に生産を終了。これにより、国産の2階建てバスの製造が終了となるとともに、1992年の2代目、エアロバス、エアロクイーン登場時より続いたフロントマスクが完全に廃止された。ありがとうございます。